義実家の癌である、とめと、縁が切れそうなので、記念書き子。まずはじめに、私と妹は年を。妹の義実家は両うとめなんだけど、うちは、両うととくそとめ。チクチク嫌味を言われたり、小さいながら、いびりに会っていたので、心配してくれた妹が、義実家に行く際にはついてきてくれる時もあった。昨日もそうだった。何がきっかけだったかは忘れちゃったけど。うと、そういえば、嫁子さんと妹さんは何歳離れてるの？私たち年子なんです。うと、へえ、そうなんだ。みたいな会話をしたんだ。そうしたら、とめがわざとらしく。まあ、って声を上げた後、いやらしい。と一言。なぜだか勝ち誇った顔のとめだったが、すかさずうとが、俺も年子なんだが、と言ったことによって、その顔は、この世の終わりみたいに変わった。夫も、まるでゴキブリを見るみたいに、冷ややかな表情で。それじゃあ、年子の俺と妹を産んだ母さんは、ドスケベ母さんだな。と追い打ち。とめは、華麗なるブーメラン使い。このブーメランさばきで、実の息子と実の娘にも嫌われている。どんだけたしなめられても直さない、締められても懲りないとめに、海よりひどい心の持ち主のうとも、とうとう、今日緑の髪を召喚です。おめでとうございます。妹が来てなかったら、この話題になる可能性は低かったろうから、いろんな意味で、妹には感謝してもしきれない。